全然大丈夫だよ。けど、そのドラマってどんな内容なの？わかった。このことを天下ちゃんにも伝えておくね。プロデューサーさん、お疲れ様。天下ちゃんのメイドさんか。天下お嬢様、お困りのことがあったら私に何でもお申し付けください。天下ちゃん、今プロデューサーさんから電話があって。台本のチェックどう？うん、今終わった。アムナちゃん？あ、大丈夫。じゃあ早速読み合わせしてみようか。うん。憂鬱な朝、今日私は家督を継ぐ。お父様、なぜ突然亡くなられたの？はあ、今日から私がこの家の当主か。嫌だな。誰か助けてくれないかな。ソフィア様。ソフィア様。エミリア、どうしたの？本日よりソフィア様のおそばに仕えさせていただくことになりましたので、ご挨拶に伺いました。そうなんだ。よかった。私一人でとっても不安だったの。でもエミリアが助けてくれるなら大丈夫ね。嬉しい。エミリア？お嬢様、あなたは当家の主人となったのです。それにふさわしい振る舞いをお願いいたします。結構です。お食事の用意ができましたので、ご案内いたします。その後は会合がございますから、ご準備を。エミリア？いかがいたしました？今日のエミリア、なんだか怖い。どうしたの？お嬢様は正式に、私たちの主になられたのです。ですから、以前のようなお世継ぎと遊び相手ではいられません。お分かりですね。ごめんね。ちょっと一回ストップしてもいい？あのね、もしかして具合が悪かったり？具合は平気。ごめんね。もっと集中しないとだよね。違ってるんだったら嬉しいの。天下ちゃん、もう一回最初からお願いしてもいい？わかった。ごめん、もう一回。なーちゃん、ごめん。天下、そろそろ次のお仕事行かなくちゃ。
あ、そっか。うん、こっちこそ付き合わせちゃってごめんね。千雪さんも、ごめん。なかなか上手にできなくて。天菜ちゃん。天菜、ちょっと一人で頑張ってみる。だから、今日はごめん。今日のエミリア、なんだか怖い。怖く、厳しくしなくちゃ。お疲れ様、天菜ちゃん。あれ、千雪さん？どうして？もう少し台本読んでおきたいなーって戻ってきちゃった？そうだったんだ。エミリア、難しい？うん。天菜ね。役がメイドさんって聞いたとき、天下ちゃんのことを優しくお世話できるんだって思って、すごく期待してたの。だから、ちょっと迷っちゃってて。そっか。あ、ごめん。千雪さんも台本読むために戻ってきたのに邪魔しちゃって。うん、気にしないで。そうだ、天菜ちゃん、ちょっと他のところも読んでみない？他のところ？うん、今から読もうとしてたところがちょうどシャーロットとエミリアのシーンなの。エミリアと同僚なんだなってことが感じられて、シャーロットの良さがわかる場面。うん、もちろん。ありがとう。お疲れ様、エミリア。お嬢様、どんどんご立派になられてるわね。あなたの教育の賜物かな。ありがとう。そう言ってくれると嬉しいわ。けど、お嬢様が一人前になる頃には、私、とても嫌われてるでしょうね。あら、どうして？だって私、お嬢様に厳しくしてばかりだもの。好かれる道理がないわ。でも、あなたがお嬢様を叱るのは、ソフィア様のためを思って、でしょ？私はそのつもりだけど。それなら大丈夫よ。嫌われてもいい覚悟で厳しくするって、とても大変なことだもの。誰にでもできることじゃない。きっと乗り越えてくれるって、相手を信頼しているからこそできることだわ。だから、きっとソフィア様も、エミリアの優しさに、愛に、気づいてくださる。ね！ああ。シャーロット、大活躍じゃない？読み合わせ、付き合ってくれてありがとう、天菜ちゃん。ううん。お礼を言わなくちゃいけないのは、天菜の方。千雪さん、天菜、天下ちゃんと一緒にもう一回読み合わせしてみる。ただいま、天下ちゃん。なあちゃん、お帰り。うん、ただいま、天下ちゃん。なあちゃん、あの後、大丈夫だった？うん、大丈夫。ううん、ダメだった。天菜、全然ダメだった。でもね、もうちょっとで、大丈夫になれそうなの。なあちゃん。で
花ちゃん、アマナが大丈夫になるために助けてもらってもいいかな？ようやく一日が終わる。緊張の連続。とても疲れる。これからもずっとこんな日が続くと思うと。はぁ、お嬢様、少々よろしいでしょうか？何かしら？本日の会合、お嬢様はどのようなお気持ちで臨まれましたか？そんなの、早く終わればいいとしか思ってなかったわ。今朝、私がお伝えしましたこと、お嬢様には届かなかったのですね。当主として気を引き締めてほしいとお願い申し上げたはずですが。そんなことを言っても。私、継ぎたくて継いだわけじゃないし。そのようにふてくされた態度とは何事ですか？あ、当家の主はふぬけである。そのように知れ渡ればどうなることか。歴代の当主様が守られてきた権威は失墜し、誇りまでも失われることになるのです。先代。お嬢様の大切な天上のお父様、ご心配をかけてもよろしいのですね。どうかよくお考えくださいませ。毎日毎日エミリアは私に説教ばかり。どうせお父様みたいにはなれないのだから、放っておいてくれればいいのに。まあ、それはそうよね。私もそう思うもの。以上が明日のご予定になります。お時間は厳守いただきますよう。ねえエミリア、ちょっといいかしら？あなたが厳しいのってどうして？私にそのようなつもりはございません。当主としてふさわしいお方になっていただきたいだけです。どうしてそう思うの？あなたが当主になられたからです。いつまでも立派な主人になれなかったら、それまで尽くすのみです。そう。お話が以上であれば私はこれで失礼いたします。エミリア、そうね、私もあなたの気持ちに応えないとダメね。メイド長、窓のお掃除すべて終わりました。ありがとうございます、シャーロット。とても綺麗な仕上がりですね。エミリア、エミリア。はい、お嬢様、ここにございます。今日の晩餐会、いつもより豪華な飾り付けをするようメイドたちに指示してくれる？当家にとって
大切な方がお見えになるのは、丁重におもてなししたいから、お願いね。かしこまりました。ソフィア様、ご立派になられたわ。エミリアのおかげね。いいえ、お嬢様自身が努力されたからよ。それにね、あなたのおかげでもあるわ、シャーロット。いつも私の話を聞いてくれたじゃない。そのおかげで私はお嬢様に厳しくすることができたのよ。だからお嬢様が成長できたのはあなたとお嬢様の力。エミリア、ありがとう。お礼を言うのはこっちの方よ。本当にありがとう。さ、おしゃべりはここまで。急ぎましょう、シャーロット。はい、エミリアさん。